雨の音が拍手になってる。いい術師を恨むのと呪霊をこう憎むというか、あえて友達として接してるんだな。焼き付けておかないと、やばい。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは呪術廻戦第29話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました呪術廻戦ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で開局玉折完結ということで、まあ五条過去編ないし下等過去編青春編が終わってしまうというわけなんですけれども、終わってしまうということはまあちょっとな展開が多分いろいろと出てくるんじゃないか、特にやっぱり下等にはかなり辛い展開が多くなってくるんじゃないかということで、まあなかなか見る側にもねやっぱり心苦しい描写というものが増えていくんじゃないかということで、とてもとてもちょっと覚悟がいるなというふうに思う反面、あの人が出てくるよね多分ね。うん、そこら辺もちょっと楽しみにしていきたいなと思いますので、改めていろいろと注目していきたいと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、さあ、今回からまたいろいろと、まあ何度も言うけど、僕は原作を読んでジャンプの連載で追いかけてはいるけど、これの連載がだいぶ前だったので覚えてないことが多いです。はい、さあ、うわ、でもなんかさ、このさ、ちょっと元気な家入さんともお別れなのかと思うとちょっと寂しいね。さあ、クソ。あ、もう冷静に見たら、これ服も万世鏡じゃん。あー。おぉ。いいなぁ、もうなんかさ、こうやってさ、二人で任務やるのいっぱい見たかったなぁ。イフでもいいからやってほしいよね。ぶっちゃけ。呪術廻戦完結は決まってるらしいから、完結した後にイフでやってほしいわ、スピンオフで。もし、だって、これでもさ、下等の体奪わなかったら、賢者って誰に取り付いてたんだろう。そこら辺気になるよね。どうだったのかな？描写されてたっけ？さて。ああ、無限バリア。うん。すごいな。うん。そうか。この段階ならじゃあ硫酸ぐらいしかないのか。うん。すごいよな。わお、わお、すげえな。すごいな。あー、これがまた。うん。ああ。ああ。あの敗北と、ねえ、リコちゃんのあの一件が、めちゃくちゃ重く刺さってるし。うわ。こうやって。ああ、うん。
やってるあれを見て、やばいね、本当にどんどん。でもあれを見てしまったら、うわわわわわ、もう顔が、ああ拍手がダブってる、ああもう焼き付いてるんだ、ああもうなんかもうシャワーの音だか拍手だかが分かんなくなってる僕。目覚め始めた。灰原、灰原くん、ちゃっかり送ってもらう。うわーもう目のクマが、あら、もう近い善のものって感じだもんね、灰原くんも。おっ、おっ、つくもさん出た。あら、思ったより派手な金髪だな。あら、いっぱい食べちゃおっかな、じゃあ灰原くんのために。ああ、あら、さて、意外とガタイもいいな。つくもさん、やばい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 。面白人間だからな。さあ、負のエネルギーみたいな。二つ。うん。ああ。モデルケース。ああ、そうかそうか。そう、これお金やばいよな。に重力ロールをさせる。
あー、あの、一人知ってるわ。うん、流れ、あー、循環してるのか。あー、ただちょっとあの、ぜ、わお、ここで、あー、フラッシュバック。これなあ、これ。ああ、これがき、だあ、もう。ああ、雨の音が拍手になってる。ああ、内側に二つあるわけだ。ああ、選ぶわけだね。どう思うか。これなあ、これマジでなあ。ああ。なんかバイクちっちゃく見えるな。つくぼさんがでかいのか。ああ。あー、ここら辺ってでもつくもさんどうなんだろうね。いろいろとつくもさんが言うとわお、あ、これ、あー、これあれか。ここでさらに、あー、灰原くん、これ呪霊、もうさ、非術師を恨むのと呪霊をこう憎むというか、悪意みたいな敵意みたいなものがごっちゃになって、こう動き始めてきているわけだ。さあ、ゲト。耳ならか。あー、もう、選択してしまうわけだね。あー、で、これで選択してしまったわけだ。
まあもうやっぱりこれ改めて見てもなんかつくもさんきっかけだよな。呪霊操術と判明してしまう。処刑対象。まあそうだよな、もう本当に近ければ近いほどやると思えないもんな。さて、あ、高校生がタバコを吸ってるシーンが。さて、家入さん、さあ、まあまあ、あえて友達として接してるんだな。人の中を歩く。こんだけ、こんだけ躊躇するぐらいなんだもんな。ここもやっぱりゼロにつながると、なあ、もう。ああ、万世教。
さて、反対多数。こう結論付けちゃうわけだな。さあ、当時くんに、うん、つみきさん、そうね。問題。あら、うまいことやってくれる。ああ。で、18年。さて、時は経ってっていう。わあ、この3人やばい、焼き付けておかないと。やばいやばい、今のうちに。さて、まあこうやってゲトウが闇落ちする、丁寧に闇落ちの手順が描かれたわけなんだけど、あれらしいっすね。なんかやっぱり、つくもさんのあの一言が割ときっかけというか、一番でかいみたいな。だからかなり、つくも先輩最悪じゃねみたいなあれがあるらしいけど、なんかで見たけど、もうなんかそこまでしないと、ゲトウ闇落ちのルートに説得力を持たせられなかったらしいですね。噂だけどね。なんかで見たんだけど。だから、あの会話のシーンっていうか、あれを入れたみたいな。そうですね。まあそうですね。呪術師が呪霊に、そうか、呪術師が呪霊になるなんてことはありえないからな。そうだね。おかしいよね。大事に、ねえ、あるわけないよね。どこぞの毒図でない限り、やっぱり呪術師がね、呪霊になるなんていうことは、もうこれ辛いから本当に勘弁してほしいんだけど。なんかもうさ、この仲良かった日が、決別してしまって。なんかどこまでもやっぱり、翔子さんがさ、なんか中立なのがいいよね。けどもう、やっぱりこれ、さて。あ、あれじゃない？あの、痩せた、なんけ？イタドリのあれじゃん。そういうこと。オーケーオーケーオーケー、次回。なんだっけ？あの子だよね。太ってた子だよね。
い、というわけで見終わったわけなんですけれども、あれだよね、次回緩和でいいんだよね。次回緩和が2本入って、で1週間休みで渋谷事変っていうことだと思うので、まあ一生懸命、まあみんなの日常を摂取していただけたらなというふうに思います。アニメ勢はね、ここがラストと言ってもいいんじゃないか。ここがラストと言ってもいいんじゃないか。あと2話が、多分もう渋谷事変入ってから地獄だからな。もう本当にもう現実世界に呪霊が発生してもおかしくないんじゃないかっていうぐらい本当に負の感情で溢れるし、もう原作既読からしても、あ、地獄が待ってるって思いながらこうねやってるんでね。はい、いやもう多分呪術廻戦という作品が嫌いになる人が出てくるんじゃないかっていうぐらい地獄なのでね。しかもやっぱり僕もやっぱり五条過去編を読んで下等に感情移入をしたりとかもしたんだけど、やっぱりアニメで見た時の方がよっぽど解像度が高いから、うわキッツってなるシーンすっごい多かったけど、改めて見るとね、やっぱりこうその解像度で渋谷事変をお届けするってなるととんでもないことになってしまうのでね。うん、次回のあの子ってあれだよね、あの虎杖が好きな子っていうか、虎杖以外の男子が嫌いな子っていうかね、そんな感じだよね。うん、虎杖が綺麗な子って言ってた女の子だよね。なんだっけ、笹田さんだっけ、笹川さんだっけ、どうだったっけな、忘れちゃったんだけど、あ、いいですねいいですねっていう感じで、まあ日常摂取していけたらなというふうに思うんだけど、いやーでもやっぱり下等の闇落ちはきついけど、本当に悪いことが重なっちゃったんだよね。まあだってね、僕も本当に噂に聞いた限りだけど、やっぱりつくもせつくもさんがもう本当に大先輩と言われているこのそれはありなの一言でもゲトーが振り切れてしまった大先輩じゃんと思っているっていうか、まあやっぱりネットでもかなり言われているわけじゃないですか。でもなんかそれってでもやっぱりそこまでしないとゲトーは強いから、闇落ちしなかったからあれを急遽ねじ込んだ、急遽っていうかあれをねじ込まざるを得なかったみたいな話を僕は聞いたんだよね。なんかでなんだっけな、なんか書き込みかなんかで見たのかな、なんかそういうのがあるよみたいなのを見て、あ、そうなんだっていう風にも思ったんだけど、いやでもあれはでもやっぱり、いやでも微妙だよな。まあでも呪術師がね呪霊になるわけがないと思うんでね、まあ確かにやっぱり呪力をみんなコントロールできるようにするっていうのは正しいなという風に思いますね。呪術師がさ呪霊になるわけないじゃないですかね。来たでこっち側、マキちゃん来たでこっち側なんて、僕も来たよこっち側なんて、そんなことを言う呪術師がいるわけがない。こっち側に来たくて呪霊になるような存在がいるわけがない。そんな呪術師いないいないっていう感じでね。まあまあまあっていうところであって、まあある程度呪力のコントロールができるようになればっていうところであって、まあなんかいろいろと研究はしてるんだよね。確かつくもさんでそういう研究をずっとしてるんだよね。仕事もせず、まあとりあえずやっぱり呪霊を狩るというよりも呪霊を消す方法で考えている。まあでもあれは背中押しちゃったよな、完全に。もう本当にあれはでもな、本当にでも背中押しちゃったけど、まあつくもさんはつくもさんで割と中立寄りではあるんだろうけどね、どうなんだろうねっていうところではあるんだけど、僕はやっぱり改めて見るとつくもさんの素性がかってここを見るとなんかちょっと違う感じを抱いたりするなっていうところもあるし、僕自身つくもさんかなり好きだから、っていうところではあるよな。でもやっぱりこのあのそれはありだわ、ちょっと、いただけないところはやっぱりでもあるよね。でもなんか高校生にそういう、なあどうなんだろうな、なんか考えがあったのかなっていうふうに思うよね。高校生にさあんな任務ばっかりやらせる呪術界もおかしいけど、やっぱりあそこでやっぱりどう考えてもおかしくなってる下等に、あの言い方、まあでも多分あれってもし多分普通に討論の一端だと思ってたんだと思うんだよね。ある種、だからまあそれはそれでありだっていう見解は私も抱いているよ。でもそんなことね私はしないよみたいな、行かれてないからねみたいな、ある種討論の決着として一つの結論としてもそれはあるかもねっていうところでいろいろと考えているふりはあった、ある種学者肌ではあったんだろうなっていう感じではあるんだけど、でもやっぱりどっちが本音かを選べみたいなことを言っちゃったらやっちゃうよね。ダメだよね、あの発言はちょっとなーっていうやっぱり感じだし、まあでも本当に悪いこと積み重なったよね。やっぱりねえ、青少体の事件もどっか別でね、違うことが起きてれば、まあまあまあっていう、なんとかなったかもしんないし、東司君との出会いだったりだとか、やっぱり五条の覚醒だったりだとか、やっぱりどこか一個ポイントがずれてれば、持ち直すことができたかもしんないけど、やっぱりタイミングが悪すぎるよな。そこでやっぱり耳ななに出会っちゃうわけだもんね。
やっぱりさ、呪力を持ってるね、女の子たちを軟禁して呪力を持ってない、それこそ猿だと思っている存在が、ね、呪術師の卵をあんな風に迫害してるってなったら許せないっていう風になっちゃうし、もう一人殺したら、もう非術師は全員すべからく殺さなきゃいけない、全員同じだぜみたいな風に思わなきゃいけないっていうのは、まあ、当然の帰結ではあるのかな。やっぱり真面目な下等だからこそ親を手にかけたっていうところもあるんだろうなっていう風に思うし、やっぱりあんだけ取り乱すね、五条先生ね。やっぱり渋谷事変の時は本当に覚悟を持ってたんだなっていう風にも思うしね。いろいろとやっぱり考えるものがあるなっていう感じがあるな。それでいてやっぱり翔子さんは友達としてクラスメイトとしてっていうところで一緒に向き合う。もうなんかあの五条、あの人一人でよくないですかっていうあの七民のね、言葉も辛いし、ある種やっぱり灰原くんの死っていうのもでかいんだよね。やっぱり同じやっぱり善の存在であった灰原くんが亡くなったことにより、やっぱりこの善なる自分も死んだみたいな感じになっちゃうわけだもんね。なかなか辛いなっていう風に思いますので、ちょっと次回以降また緩和になりますので、とりあえず平和な部分を摂取して地獄に備えましょう。僕は本当にアニメ勢の渋谷事変のリアクションが非常に楽しみです。やっぱりね、原作勢としては僕はね、やっぱりアニメ勢のリアクションで見たいのは、やっぱりジョーゴが実はめちゃくちゃ強い呪霊だったってわかるシーンを見たいなっていう風に思う。みんな多分弱いと思ってるでしょ、富士山ね、頭火山、ジョーゴのことを弱いと思ってるけど、あれやっぱり衝撃だったじゃん、漫画読んでても。え、こんな強いの?みたいな。三人、まず一人、みたいな。あれさ、マジやばかったからさ、ちょっとみんなにちょっと驚いてほしいなっていうところがある。アニメ勢気になるよね。まあ、五条先生相手だとあんだけね、ボコボコにされちゃうね、ジョーゴだけど、実はめちゃくちゃやばい特級事例だっていうことが明らかになるし、本当にちょっと注目したいなと思いますので、渋谷事変も楽しんでいきましょう。もう原作勢も怖いです。これから先の地獄を摂取するのが。今のうちに平和を楽しんでおくのです。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、呪術廻戦第29話でした。バイバイ。